では頭と内臓を除きます。まずヒレを上に向けてください。ここの部分にも身があるので斜めに切り落とします。そして内臓をかき出していくんですが、ここに切り込みを入れてください。あとは包丁でこのように内臓をしっかりと取り出してください。そして流水でよく洗います。腹の中を洗います。この血合いの部分しっかりと指でこすってきれいに洗います。この血合いが残っていると生臭みの原因になるので必ずきれいに洗ってください。あとはしっかりと水気を拭きます。3枚におろしていきます。まずハラミの方からこのヒレの上に切れ目を入れてください。そして逆にして今度背びれのところからスーッと入れます。そしてなるべく骨の上をもう一回スーッとします。切り離しやすいように背の方、切れ目を入れたところから向こうに包丁を入れて手を入れるところを作ってください。あとは包丁を中骨に沿わせて一気に引きます。そして片身が出来上がりました。あとは今度は裏側、背からいきます。ヒレの上をスーッと通します。もう一回スーッと通してハラミの方に切り込みを入れます。あとは先ほど同様に手を入れる場所を作って骨に沿わせて、はい、このようにして3枚おろしの出来上がりです。ではここにあるハラミを、腹骨を取ります。斜めに包丁を滑らせるようにしてこのように切ってください。そしてここに中骨があります。今日お刺身カルパッチャで食べるのでこの中骨もしっかりと取っていきます。骨抜きで頭の方に向かってこのように取ります。上に引き抜いてください。ここで、はい、しっかり中骨を取ると骨が当たりません。そして皮を剥きます。頭から皮をこのように丁寧に剥いていきます。ここが取れやすいのでこのようにしっかりと押さえながら、はい、出来上がりです。